はい、どうも、くんでみたレビューです。龍が如くのサンマルセル賞ですね。よいしょ。男いたしゃ。よいしょ。今回はこんな感じです。基本的には説明書の指示というか、あの、春一のね、参考の、デカールの貼り方にしてるんですけども、ここ、後ろ。このね、モンモンのデカールを追加して、ここにね、龍が如くっていうロゴが入るんですけど、それを前に移動してっていうですね、ちょっとこれはみ出るな。っていう感じにして、あと、ここら辺ですね。をちょっと変えて、で、あとですね、これ、箱の絵見てもらうとね、LOVE ラブリーハルカーのこの文字があるんですけども、これは、これとか、後ろにね、おじさんの部屋っていう風にね、丸文字のデカールがあるんですけど、その辺は全部省きました。私ははるかお前じゃないっていう名台詞のデカールもあるんですけど、それも丸文字だったので、今回は省きました。こう、モンモンのこの、ね、いかちい感じにしたかったので、いかちい中に丸文字、ちょっとないなということで、今回はそれをやめましたけども、これ誰のモンモンかわかりませんか？どなたか。これね、思い出せなくて、これは、冴島大河でいいと思います。これが、大悟のモンモンだと思います。これ、真島の兄さん。で、これ、桐生さんでしょ？これがね、わからないんですよ。この蛇のね、蛇と椿が。これちょっとわからなかったんですけど、まあ、とりあえず、そういう感じでちょこちょこ変えたのと、今回はね、内装の塗り分けもちょっと頑張ってみました。で、ライブのところでもね、やりましたけども、ちょっとね、フェルトカーペットのところに貼ってみたりだとか、そういったこともしたりはしてます。あとはまあ、基本的にはキットの素組みという感じですけども、このね、ライブのところで、使ってみようと思って皆さんにこういうのもあるんですよーってことをお伝えしたくて、青島の窓枠マスキングシール。あれこれ、あ、しまった、ラベル捨てちゃった。窓枠マスキングシールっていうのがあるんですけど、今ちょっと TCR 用だけ在庫があるので、TCR 用を。これ。これのサンマルセルション用取り寄せたんですよ。この、UCF31 セルション。用っていうやつを取り寄せたんですよね。で、まあ、前期と後期で、まあ、前期だったらね、リアのトランク、開閉ギミックがあったりとかするんで、まあ、ボディそのものが多分違うんだろうなってことは思ってはいたんですけれども、ウィンドウパーツまで違うと思いませんでした。今自分が思ってたのは、このウィンドウパーツが、前期後期一緒で、で、ここのね、トランクの開け閉めができる。要はこのピラーから上というか、まあ、ここの部分に関しては、前期後期共通で、スイッチ金型みたいな感じになってるかな、というふうに思ってたんですが、違いましたね。ウィンドウパーツもまさかの違うということで。ただ、ま、そんなには、大きさだいぶ違うんですけど、パッと見にはわからない。まあ、後ろに関してはもうガンガンに濃くしちゃったので、余計わからないと思いますけども。なので、まあそういうことが違うってことを知れたのも、おーっていうことは思いましたね。ここら辺ね、位置ずれてたので、ごまかしのためにデカールちょっと追加しました。なので、イタシャのキットはね、仮にこう、デカール貼り損ねちゃったりした時とかでも、結構余剰デカールがついてますので、そういったのを使ってね、そこを隠す。いい意味で隠す。悪い意味になるのかな。で、隠すことができるので、ぜひね、まあ、イタシャのキット今新品で発売されてないんですよ。まあ、問屋さんにいくつか在庫があったりだとか、まあね、お住まいの地域のお店とかにね、在庫として残ってるのもあるかなというふうに思いますので、もしね、よかったら、挑戦してみてください。というわけで今回組んでみたレビューは、青島の、男イタシャ、龍が如く、ちょっと商品名がね、長いんだけど、龍が如く UCF31 セルシオ後期型ファブレス社製エアロ付属でした。ご視聴いただきありがとうございました。